あのエネルギーが増してきたという歌みもすごいですよね。おお、突っ込んでいきました。さっとシュッと三角入りましたね。いや、やっぱグラウンドでは対スリー油断しちゃダメですね。そうですね。さあ、もちろん林下詩織もバックボーンに柔道がありますし、レスラーとして鍛えてきたこの肉体があります。テクニシャンしてるというのもそう簡単に宇多美を決めるのは難しいでしょう。ねえ、やっぱり宇多美の持っているこの芯から湧き出てくるようなパワー、骨太の強さとでも言いましょうか。いや、あのね、エネルギーを感じますよ、ものすごく。ただ、2021年という1年間は本当に宇多美の、赤いベルトの王者としての強さとうまさと、オーラを感じましたし、ただそれをひっくり返した修理というのはやっぱりその今年2022年1年間のやっぱり防衛ロード、そして輝く彼女の戦いがあったわけですからね。修理、はい、はい、ごめんなさい。それを、ファイブスターの公式戦というところで宇多美が勝利した。これ修理に対しては初のピンホール勝ちだったんですから。そうですね。それを考えてもやっぱりここでやっぱりもう一回という気持ちが自分の中、まあ、お客さん関係者すべてのタイミングが揃ったんでしょうね。エネルギーが戻りましたよね。まあ、決して悩んでた、まあ、伸び悩んでたというわけではないんですが、あの時の強さが戻ってきたと言いますかね。そうですね。防衛ロード2020年の防衛ロードの後半で入場テーマ曲を変えたんですね。入場テーマ曲を変えた、すごくまた新しいテーマ曲になって、はい、ものすごい重厚感がある中で出てくる中でものすごいオーラが出たんですよね。そのオーラがあの5スターの首里戦の勝利の後からも入場の彼女から見えるオーラから戻りましたよね。再びこのスターダムのトップとしてのエースとしてのそのオーラというものをまとっているのか林下詩織。それが本物であるとしたら彼女の腰に赤いベルトが巻かれることでしょう。まあ、でもトーラ選手、この首里が築いてきたチャンピオンとしての1年間というのは、まあ、リング上ではなかなかね、まあ、欠場されていたので体感はできなかったでしょうが、いかがですか。いや、なんか十分ね強くて私は面白い防衛戦ばっかだったとは思うけどね、はい、まあね、その中でゴッツアイとかねユニットも作ったりとかして、そうですね、このね今まで、DDM だった時ってやっぱどうしてもねジュリアの影に隠れるって言うと変だけど、はい、こう自己主張ベルトとともに自己主張が出てきた1年という言い方あれだけどね、うん、どうもやはり確かにおっしゃる通りでやっぱ DDM はジュリアっていうイメージは強かったですし、うん、本人も結構見てると立てるタイプといいますかね、メンバーの中にいると。そうね、右腕って感じだよね、はい、うん、それだけにやっぱあのシュリがユニットのリーダーになりますってなった時は、うん、これはなんか本気だぞという気はありましたね。そして見事にゴッズアイというものを大きな大きなユニットにまで育て上げています。お、さあこのエリアは首里のものです。腕を痛めている宇多美の、ここで宇多美が止めた。おお、危ない。今エプロンに顔面落ちましたね。そして、はい、あのマットにも膝を落ち着けてますよね。そうですね、あの足の払い方、さあ乗ってきた乗ってきた、まさかここから上げさせない、膝蹴り首里膝を叩き込んでいく。なんだなんだなんだ、エプロンを使ってる、スイングディリティ。いやー、すごい刺さり方しましたね今。とんでもない、えぐいね。まあ、いつもこのマットでね激しい技を繰り返す選手多いですけれども、はい、このマットは薄いですから。そうですね、あの人をぶつけるようなマットではないですからね。ここ体育館ですからね。体育館ですからね。ペラペラだからね。ペラペラですから、はい、床が傷つかないようにしてるぐらいのレベルなの。そうですね、養生してね、うん、
まあ、あとはねその場外戦の時に、まあ、しっかり足が滑らないようにといいますか、まあ、そういった部分でいわゆる体を守るためのマットではありません。そうですね。いやでも今ひらめいたんでしょうけども、スリーいい一発を叩き込みました。だからそのやっぱりこのチャンピオンであるというその条件にやっぱり一瞬のひらめきだったりだとか、はい、その場その場での、起点というものはものすごく必要だということですよね、うん、これは得意のトップコーナーからのギラチンドロップ。またもや頭部を叩きつけられた宇多美、肩を上げます。そして待っているのはサブミッション。このシュリの試合の組み立て、林下宇多美がシュリのこの攻めのスパイラルにはまっています。脱げ出すことができません。まあ、その今の寝技の展開で、ね、もちろん宇多美も抜き方を分かってますから、だけどそれをさせないするというその攻防の中でも、今の地味な動きの中でもものすごく分厚い攻防があります。あーすごい肘、肘入りましたね。鎖骨のあたりでしょうか。そうですね。あー、おー、この膝も、さあ肘なのか膝なのか手裏なのか宇多美なのかどっちだ。宇多美、すごい。林下宇多美選手のジャーマンスープレックス、ね、ハイジャックボムに並ぶぐらいの強烈な技だと思いますよ。強烈ですね。インパクトとあのスピード感がいいですよね。さあ強引に流れを作っていった林下。あ、なんかちょっと、うん、そうですね、今あのドロップキック膝が詰まった時に、はい、右膝痛めましたかね。ちょっと場外でもね流れの中で気にする素振りがあったん で、ね、足を伸ばそうとする相手を飛ばそうとするプッシュの中で右膝ちょっと痛めましたかね。これはチャレンジャー林下宇多美にとっては不安材料が一つ増えてしまったか。危ない、今のカニバサミも危ない。膝をマットに対して、おお背骨、さらに距離を取って打撃を叩き込んでいきます。これ宇多美が膝の、まあ、ダメージによって動けなくなってくるとチャンピオンシュリにとってはさらに有利なタイトルマッチになってくることでしょう。おお、でも創生も早いですね。でも今また膝を打ちましたから ね、あの頭部のダメージよりちょっと膝を気にしてますよね。お、これはいけません。効果的ではありますがロープを使ったスリーパーホールド、レフリーがブレイクを要求しました。今度は守備がトップロープを使ってのスタナー。これトーラ選手も中ワイヤーですからね。そうだね、うん、結構痛いんだよねあれ。結構ところじゃないように見えますよね、大江さんね。危ない。この蹴りだけね、めちゃくちゃ強烈なんだよね。みんなさん言いますね、この手裏の蹴りだけはできれば食らいたくない、まあ、あのゲスト解説に座っていただいたレスラーの方みんな同じこと言いますよね。まあ、蹴りなんか食らいたい蹴りなんか一つもないと思いますけども、その中でもっていうことです。おお、今の落ち方は危なかった、やばかった。ここのところシュリはあの首にテーピングをがっちりやってるんですよね。だからなんだかこう首をはもともと悪いんですよね。そこへ来てあの、まあ、前回の試合もそうです、今回の試合も頭部に対する、まあ、首に対する、技が多くなっているように思いますね、うん、だからそれはあの狙っているのか分かりませんけれども。さあ再びのエプロンサイドでの攻防、宇多美が出て、なんだこの体勢、まさかエプロンでコウモリ釣り落とし。これねめっちゃきついよ。この間食らったけどさ、エプロンですよ、ね、この間食らったけどさって言ってものすごくリアルですよね。普通のいわゆるリング中央で放っても、うん、鬼だ、いいじゃん、荒々しい。ここはもうクールでもエレガントでもなく、ワイルドな勝利に向かって
その野獣性を見せつける林下宇多美です。今もその下からざんざん蹴り上げといて最後は横からじゃないですか、はい、だから今負担に関しても上下から突き上げられ横もいっちゃいますし首への負担というのは相当ですよ。首ですね。確かに首です。首です。その首に絡みついていく林下宇多美、この力で嫌がる手裏を無理やりリング内に持ち込んで、さあなんとか手裏はこれ腕を入れています、指を入れています。最低限のディフェンスはしていますが、さあスリーパースイング、もう回しながら落ちますよ本当に。手裏首が抜けそうになるでしょ。いや意識失いますよ本当。あの回せば回せば遠心力でどんどんあの首根っこに入ってきますからね、腕が、宇多美の腕が。いやまだまだ、あー手裏、手裏指が外れた。ちょっと深いですね。そうですね、かなり深いですよ。スペースを作れない、スペースを作れない。あーここはニアロープブレイクでした。あのレスラーですから、またあの手裏みたいに総合やってた選手なんて、まあ、あの本当にロープエスケープっていうのを嫌うんですよね。最後の最後まで嫌いますけど、さすがに今のは足持ってきましたね。逃げられる。うわジャーマンスープレックスホイップ、スープレックスホールド。あれだけ嫌がる手裏をぶん投げるこの林下宇多美の足腰、そしてクラッチ力。そうですね。さあ追い詰めているぞ、間違いなくチャレンジャー宇多美は、ああすごい痛い、これは痛い。やっぱりさっきの、まあ、そうですけども技に対する返しと危険なひらめきが手裏はすごいですね。でもそこまでの蓄積の違いか、宇多美が先に立ち上がります。食らった方が先に立ってるわけですからね。うわエルボーの打ち合い。おーでも宇多美も返していく。首ですよ。宇多美ちょっと押されてるね。あーでも押し返すか。うわ今の振り下ろしも最後一発当たらなかったからいいですけど、ものすごい振り下ろし方しましたよ。打ち、いやー真正面からこの手裏の恐怖のミドルキック。それでも宇多美は倒れません。あーこの一発でダウン。後半の蹴りはきつい本当に、それはもう本当に消耗してる中でのまたさらに激しいキックなわけですからね。息できなくなるんですよ。やり投げです。息ができなくなるということは呼吸も整えられなくなると、まあ、スタミナも、ね、消耗してるでしょうし、そこへ来てまた体を力を入れる力も、ね、なくなってるでしょうし、どん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 芯に効いてくるわけですよね。反り投げ、カウンターの反り投げ、これを起点にして宇多美が再び動き始めます。さあ改めてエプロンで放った後はリング中央、きつい角度ですね。コウモリ釣り落としがっちり固めて肩を上げた手裏チャンピオン。さあいける、返しした宇多美が確信を持ったか。この大阪の地で返しした宇多美が再びその腰に赤いベルトを巻くか。ハイジャック、これを逃れる手裏見ている。うわ下から膝をもらう。ダリアットもよく見ている。ジャーマンスーすごい角度、ジャーマンスープレスプレス、でも宇多美もすごい角度、ジャーマンスープレックスホイップコードブレイカースライディングラリアット。もう技のもうお互いの技の今の攻防全てが首から頭ですよね。ですね。もうね、もちろん首へのダメージというか頭は脳が揺れてしまうと本当に言うこと体が言うこと聞かなくなってしまうんですよね、はい。まあ、それがあのボクシングだとかでいう、まあ、ダウンという形になるんですけども、そんな中で技を繰り出さなきゃいけないというのがプロレスですよ。すごいことですよ。それをまた正確にピンポイントに放っていくわけですから、はい、そうですね。
うわ、林下宇多美がトップコーナーで何かを狙いましたが、その何かが判明する前に守備が止めた。なんだ今度はえ投げられるときつい。いや腕を変えて、ハンマーロック、ハンマーロックに取っているぞ。腕離さない。これはきつい。いやあれ投げたときにあの腕を離さなかったですから、あまりにもきつい。いやきついですよこれは。林下宇多美の体がバットで跳ねました。そうですね、跳ねた後もその腕を決めた。ついさあ腕が止め、腕が止め、守備の腕が止め、あおー足が伸びた、ブレイクです。今のは止められてもおかしくないような決まり具合。あとはまああの投げた瞬間、落下した瞬間にポキンと腕が折れてもおかしくないです。うちだったら肩外れそう。そうですね、そうそう、肩外れるとかそういうことになりますね。林下宇多美、途中までは、先ほどまではいける、守備を倒せるという確信を持っていたでしょう。だがその先がありました。やはり1年にわたってこの赤いベルトを守り、主世界を作ってきたチャンピオン、ここからが本当の戦いか。すごい距離だな。カウントは、ああ今ギリギリです、危なかった。この戦いも20分を超えています。シュリが抱え上げる、斬新、まともに食らったね。硬い身固めをきっちりと決めるが、林下宇多美返すことはできます。だが攻めに移れません。いやちょっとかなり痛みの伝わるプロレスになってますね。ピタリと林下宇多美の動きが止まってしまいました。これをもうチャンピオンにとってはとどめを刺すとき、暴れる宇多美、もう一度スリーパーホールド。さあ締める、締める力は残っているのか。坂を落とし、フロントでクロック、ちょっと深いですよ。そうですね、リング中央ですよ。同時目のフロントネック。さあこれはシュリにしてみればまさかの展開か。林下宇多美のフロントネックロック、シュリの動きが止まっている。今、まあ、ローリングしてあのロープが近いですけれども、ただそれはシュリは気づいてるのかな。あ、足持ってきましたね。ちょっと無意識でしょうかね。そうですよね。試合終わったないぞ。そろそろ決めたいね。そうですね、上げて、うわー、なんだ、トラッシュパンダのようにブレンバスターから膝を立てて後頭部にダメージを与えましたね。とにかく首狙ってるっていうのがね、わかるよね。これも首です。さあトーチャーラックバブー、これもパーフェクトな決まり方。カウント2となるともう宇多美に残った手は、おお、カサボール、シュリが丸め込んだ。カウント2、ダリアット、一瞬肝を冷やしましたが、再び宇多美は宇多美らしく真正面からがっちりとジャーマンスープレックス、クラッチを外さずロコモーション式、まだいきますか。3発目はためを作った二段式ジャーマンスープレックスホールド。カウント2、決まりません。ここまで来るとどこまで行ったら3つ入るのか分からなくなってきますね。本当にダメのダメのダメを押そうとしています、林下宇多美。さあ勝負だ、勝負だ、これが決まるか。マスター、マスター、マスター、ハイジャックボム。まともですよ、まともですよ、リング中央ですよ。1年前のリベンジ、おお、嘘でしょ、嘘でしょ。いやもう宇多美の表情が
さあどうするか、まさか返したかというと、宇多美がここからだって今のは林下のための必殺フルコースです。いやもう今の完璧でしたね。それまあでも無意識なんでしょうね。その後首里動けないですもんね。あれを返されて宇多美に手はあるんですか。だが確かにもう首里もほぼ死にたいと言ってもいいぐらい体に力が入っていません。そして反撃する力もほぼ残っていないのか。なんだなんだこれ、あれじゃない、岩谷とかにやったやつじゃなくて、この体勢違う。おお、いやでもど、いやどっちなのか今。なんだ、首里が返した、首里が返した、宇多美。おお、今出したバックフリップ、バックフリップなんですけど、逆に自分の後頭部を深く打ちつけることに宇多美がなってしまいましたよね。今のは首里が勢いを捨てたんですね。そうですね、だから逆にカバーに行ったのは首里でしたもんね、はい、いや今本当に嫌な角度で、まだ危ないですよね。宇多美が落ちていきました。さあそしてグラウンド式須崎、グラウンド式の須崎、さあこれは動けない、これは絡みつくと、絡みつない、これは絡みつく、あー届いた。25分経過、ただスターダム の選手権試合だと残り5分というところで決まる時多いですよ。まだまだ分かりません、勝負は分からないですよ。5分あります、5分もあります。うわ蹴り上げ、顔面をまともに捉えた一発は肩を割りますが、今ちょっと足がもう正座みたいになっちゃってるので、カバーを足で跳ね上げることはできなかったんですよね。なるほど、だから肩をもう腕を上げるしかなかったんですよね。今度は守備がタッピン立ち上がる、ランニングにストライクからはこれも肩を割ります。さあフロントレックロック、さっきのお返しか、宇多美はロープの位置を把握できていないか。トップコーナーからトップロープか、ジャーリーティー、林下宇多美の首のダメージはもう限界か。これはどうでこの上の前頭部のあたりっていうのはもう首にも負担が思いっきりかかりますからね。一方的に残り時間5分を切ってから一方的に首里が攻めている。林下宇多美は全く反撃できない。龍炎リーグ中央ですよ。今度は首里が得意技をこれでもかと、おお上げた、あれだ。でもちょっと限界に近いんじゃないですか。もうちょっと今のはもう何でしょうね、レスラーの体の反応なんですかね。意識的に上げたと思えないような。きついか、根性見せろ。おお、よく救いましたね今の。この底力、湧き上がる林下宇多美のパワー。今もう首里のフィニッシュパターンでしたよね今のは。あのパスを食らったら一巻の終わりだったかもしれないが、まだだ、カウンターカウンター、また崩れ落ちる、またしても糸が切れるか、パスを切った、林下宇多美ここまでカバーに入った首里、いやまだ終わらない、まだ終わらない、終わっていません。そこ返すのか、そこ返すのか、そうしたらどうする首里。カスタジャーマンスープレックスホイップ、立ち上がろうとする宇多美、ハイキック、後頭部ヘッドバット、宇多美、いやもう意識、宇多美意識がないですよ。残り試合時間2分、さあこのワンチャンス首里が決めるか、粘る宇多美を修正だ、カウントスリー